札束でございます。表現しますか。じゃあ、LINE 公開しとこうよ。ごめん。はい、どうも、皆さん、こんにちは。Kです。なんとですね、今日僕、すごいものを持ってきました。なんだと思います？すごいもの、持ってきました。エロ本はね、家に置いてます。はい、持ってきてはないです。はい、今日はですね、なんと、こちら100万円の札束でございます。これを使ってですね、今日ナンパをしていきたいと思います。あー、レイさん、レヌちゃんもびっくりして壁掛けが落ちてきました。100万円の衝撃に。みんな金好きやね。金好きですね。やっぱね、女子はなんやかんやお金好きなんじゃないかなと。はい、もう陰キャだろうが何だろうが、もう金持ってる男にはもうバンバン行ってしまうんじゃないかなっていうのをね、ちょっと今日検証していきたいんですよ、僕は。なるほど。はい、うん、これをナンパするときに道に落としてですね、女の子の反応が変わるかっていうのをちょっと今日は検証していきたいと思います。なので、これはいやらしくですね、女の子の前にパッと落としていただいて。いや、どうかな、そんないるかな。いや、いますよ。さすがにこう陰キャだろうが何だろうが、目の前にこう100万ポンと落とされて、あ、こいつ金持ってんだってなったら、多分表現しますから。その女性の本性をですね、ちょっと今日暴いていきたいなと思ってますので。はい、で、落として女の子にこれ拾ってもらいましょう。オッケーオッケー。はい、ということで今日皆さん、こちら本物の現金100万円をですね、持ってナンパをですね、やっていきたいと思います。じゃあ皆さん、一旦返信しましょう。しまいしま、じゃあこれチャンスして。あはは、なるほど。もう直すでしょ。どんだけ好きなんですか、レムちゃんのこと。よし。はい、じゃあ皆さん、レムちゃんもね、綺麗に治ったところで行ってきますよ。レムさん、返信いきますよ。これで大丈夫や。これで大丈夫ですね、うん、行きます。へん、しん。じゃあレムさん、早速よし、札束持って。ははは、めっちゃめっちゃあれですね。行きましょう。春ですね。急に赤くなりました。あ、もう帰る。あ、テンション低い、結構低いですね。どうなって。お。春ですね。すっかり暖かいですね。ピンク日和だなと思って。どこ行くんですか。どこ。あ、こんにちは。あったかいですね。すっかり春ですね。すっかり春ですね。恋の季節。恋してますか。あ、してますか。あ、マジですか。あ、買い物して、ちょっと、できれば連絡先を。こんにちは。うっす。いや、花粉の季節到来ですね。どこ行くんですか。どこ行くんですか。うん。あ、駅テンション低いね。危ないよ、スマホ見て歩いてた。ちょっと。あるんですか。どこ行くんだっけ。駅とか。あ、何どこ行くの。何するの。友達と遊ぼう。友達なんかもう帰ってたよ。泣いて帰ってたよ、マジ。何してるの。あ、女子ね。彼氏できましたか。作ろうかな、春だしね。でもなんかちょっとなんか急に色っぽくなったよね。じゃあ何時集合。7時ぐらいでしょ。まだめっちゃ時間、あ、1時間半ぐらいあるじゃん。一瞬。ちょっといろいろ、何年生今。今3年生。あ、3年。あ、じゃあもういろいろ聞くわな。人生の先輩として。人生の先輩ちゃんと仕事してる。昼働いてる。うん、めちゃめちゃ働いてるよ。毎日金のこと考えてる。うん。お兄さん、名前なんていうの。あ、僕はレイです。名前なんていうの。まさみ。めちゃめちゃ今胸に刺さった。かわいい名前すぎて。かわいい名前すぎてちょっと胸に刺さった。今日ね、まさみじゃないかなと思ってたね。まさみじゃないかなみたいな。あ、もうちょうどスタバがあったんで、一瞬。じゃあ元カレいつ、ラストいつなの。前ぐらい、うん、あ、さっき言ってたの。すぐ忘れるから。
ありがとう、優しい。急に優しい。本当に優しいんだけど。ちょっと待って、ちょっと本当は一回先にちょっと金ちょっと振り込みに行かなきゃいけないから、ちょっと後ででもいい。今日何時に終わんの？3時ぐらい。あ、3時終わんの？早っ。1時間で終わんの？早っ。あ、じゃあ3時、その後でもいい？じゃあ、LINE ちょっと LINE 交換しとこうよ。ごめん。はい。じゃあ後で。それの話。オッケー、じゃあまた後でね。ごめんね。ヤビさん、お疲れ様です。いや、やっぱ女の子お金好きっすね。ですね。あからさまでしね、こういましたね。あからさまもいましたね。なんか僕途中でびっくりしたんですけど、まさかの札束に蹴り入れるとは僕思いませんでしたわ。なんか気づいてくんねえんだもん、落としても全然。なんかやっぱ女の子結構やっぱ変わってましたね。そうだね。瞬間ちょっと変になってたね。なってましたね。なんかすごい流行る気だったのが、お金見た瞬間なんか歩くのがすごいゆっくりになってたりとか、なんか撮影しててすごいなんか変わってましたね。結構意外使えるかもね。もうやらしい話だけど。はい。でもまあやっぱりそこはね、あるんでしょうね、やっぱお金の効果といいますか、これからもね、また、こういったなんか面白い企画どんどんやっていきます。僕の方からもいろいろ提案させていきますんで、頑張ってやっていきましょう。はい、ということで、皆さん今回ですね、なんかやっぱ札束の効果は今回やっぱ絶大だったということで、ここまでですね、動画見ていただいて、面白かったなって方はですね、高評価、グッドボタンの方お願いいたします。またコメントいただけますと、とっても嬉しいです。ぜひどしどしコメントお待ちしております。では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。またね。